ようこそ。あとみゆき35周年本当は37周年ぐらいなんやけど、まあちょっと7周年でも言うのもあれな。35周年、音楽生活続けてまいりました。今日はそのまあ集大成というと大げさなんですけども、本当に私が大好きな、ミュージシャンに集まっていただけたらなとずっと思っておりまして、今日はそれが叶いましたので、皆様最後まで楽しんでいってください。私が弾き語りを始めて一番最初にコンサート、中学校の中学生の時にコンサート、コンサートっていうかね、大津市民会館小ホールっていうとこ借りてね、みんなでみんなでリアカーで楽器運んでやったのが最初なんですけども、その時に初めて弾いた曲、から比べたら完全にやめました。飾られへんわ。
オンベース郡司康雄。そしてちょっと奥の方ですけれどもオンドラムロボン鈴木。彼らとはもう10年近く一緒に学芸大のメイプルハウスというライブハウスでやらせていただいてました。いらっしゃい、どうぞ。でね、郡司さんはたけちゃんだけやと入って死んでやる。後から出てきてくださいました。ダウンタウンブギウギバンドにいた新井たけしさんがベーシストで、久しぶりでしょ。そうね、彼がね、ちょっとどっか行かはってね、長旅に、ね、その後に郡司さんにちょっとお願いしてやってもらって、うん、音楽の幅が広がりました。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいベーシスト。いやー、今日はもう本当にゴージャス。ワンステージはこのメンバーで。じゃあ一曲オリジナルソングを聴いてください。風の中。いい時に来た岩本さん好きな曲。落ち着けたらしい。
方ぐらいになったらなんかもうワクワクドキドキしすぎてなんか何も考えられない結局なんか忘れましたりするんですけども、今日はね、もう私みんなにギタリスト好きでしょってよく言われるんですけど、まあ別れた前の旦那もギタリストだったんですけど私がその35年音楽生活の中で最も好きなギタリスト3人今日は出ていただきます。それがトップバッターカメヤンでございます。いやでもおめでとうございます。ありがとうございます。こんなところに呼んでいただいて非常に光栄でございます。タネちゃんと小坊さんには昨年 の, あのクロコダイルのライブの時もね、お手伝いいただいて、そう今日もなんかタネちゃんのファンもいっぱいいるんで、Oh, okay.
ね、なんか、タナちゃん、今、いくつになったの?61 歳。61歳やって、同い年の人、手挙げて。なんか、キュッとしゃべった。誰もいない。あ、俺、あ、2人な、同級生だった。同級生じゃないけど、タメなんだ。食べてくんちゃん。そうなんだ。二人ともでも若いよね。見えないね。見えない。うん。始まった。早いの僕。早いの僕。ナポレオン。そうだ、知らん？知ってるね。知ってる。知らんの。昭和の人しか知らん。今日はみんな知ってる人ばかりよかったね。ジャックスパローはね、それは非常にかっこいいじゃないですか。そんなもの自分で言えばかっこいいじゃないですか。ジャックスパイやろ、スパイやろ、スパイやろ。俺に集中するなんて言うかもしれない。OK、 じゃあちょっとパンキーなやついきますか。リクエストされるやつですね。そんな急いでいかんでもいいのよ。テンポ落としてやろうか。Thank you.
じゃあ私のオリジナルソング、ションギを、ションギで、ションギでちょっとまたファンキーなやつを。Oh, oh, oh.
年は、まあね、本当大変な年になってしまいましたけれども、本当、まあね、だからもうライブは誕生日とか35周年とかね、そういうパーティーはちょっと無理かなとかって思ってて、諦めてたら種屋さんがなんかやろうよって言ってくださって、でまあ人数はね制限しなきゃいけないけど、まあでもだ、まあ、ミュージシャンもみんな会えないし、なかなか会えないし、もうこうなったらみんなここ集めてみんなで久しぶりにね会っていただいて楽しんでね行けたらいいかなと思ってね、本当に今日は皆さん来てくださってありがとうございます。コロナ禍のこんな自粛生活の中で出来上がった曲もあります、まあ、皆さんもご存知ですけど、こちらにいらっしゃる下口さんが、歌詞を書いてくださって、それに曲をつけた曲があります。ガラクタ、wow。
ロビスさん、作詞、作曲ありがとうございます。じゃあ少し休憩いただいて、次の第2部に行きたいと思います。